アクラ市のジェームスタウン灯台から望むオス城オス城はクリスチャンス棒トリで、または単にザキャッスルとしても知られている大西洋のギニア湾岸にあるガーナの首都アクラのオス地区にある城である。トリデは1660年代にデンマークノルウェーによって建設された。その後、デンマークノルウェー、ポルトガル、アクワム、イギリス、そして最終的に独立後のガーナと持ち主が変わり、 何度も改築された。城の歴史の大部分において、ガーナの成長として使われてきたが、そうでない時期も何度かあった。最近では、第四代ガーナ大統領のジョン・クホーが2009年1月6日に、成長をジュビリーハウスに移した。城に隣接して、大西洋を見下ろす、鳥類保護区の中に、ガーナ第三代大統領のジョン・アッタ・ミルズの墓所が設けられている。 デンマーク・ノルウェーの要塞、クリスチャンス・ボートリでの王子の絵画。右側のデマルはプロバステントリで、1550年、この地域に及んだ最初のヨーロッパ勢力はポルトガルだった。しかし17世紀にはポルトガルの影響力は弱まった。この地域は、1650年代にオランダ出身の商人、ヘンドリック・カールオフの先導によって、スウェーデンの勢力下に入った。 1652年に彼は以前に取引を行っていたアクラオから小さな要塞化された拠点を建設する許可を得た。1657年、カーロフは再びアフリカに向かったが、今度はデンマーク・ノルウェーの旗の下にあった。彼の目的は自分で建てた砦の征服だった。それは容易に達成された。1660年に取の支配権はオランダに渡ったが、 すぐにデンマーク・ノルウェーのものになった。城は建設から間もない時期は主に近郊駅及び増下公駅に使われていたが、デンマーク・ノルウェーの支配下では奴隷を大いに飽きないようになった。2017年に一般公開された後のクリスチャンスボートリデへの入り口。オス城は他の二つのトリデの近くに位置していた。オランダのクレベクールトリデとイギリスのジェームズトリデである。 なお、この三国の築いた居留地が現在のアクラ市の旧市街の元になっている。オスの居留地は小さすぎて、他と比べると十分な数の商品を保管できなかった。そこで、デンマーク・ノルウェーは隣接する土地を購入して建物を拡張し、国王クリスチャン5世にちなんでクリスチャンスボーと名付けた。なお、コッペンハーゲンの王宮のクリスチャンスボー上は、 クリスチャン六世にちなむ命名なので、同盟だが同盟ではない。その後200年間、多少の中断を挟みつつも、リデは、デンマーク領黄金海岸の主婦として機能し続けた。1679年に、リデのギリシャ人副司令官が反乱を起こして、司令官を殺害した。その後まもなく、ポルトガルのサントメ総督のジュリアン・デ・カンポス・バレットに、リデを売却した。 砦はザビエルにちなんで、セイフランシスコザビエル砦と改名された。ポルトガル人は礼拝堂を建て、ホルイをサンフィーと傘上げした。しかし、ポルトガル商人が他の黄金海岸の勢力と競争できないことが明らかになって1682年8月29日に砦は放棄された。デンマークがポルトガルから砦を購入して、1683年2月に戻ってきた。 1685年、クリスチャンスボトリデは、それまでのフレデリクスボトリデに代わって、デンマーク領黄金海岸の主婦となった。1693年、地元のアクアム人部族が商人になりすまして、トリデの居住者を圧倒して、トリデを占領した。アクアム族長の浅めには1年間トリデを占領し、多くの国の商人と交易した。1694年、 発作目には砦を、デンマーク・ノルウェーに、金1 0マルクで売却したが、砦の鍵は手元に残した。鍵は、現在もアクアム人部族が所有している。18世紀初頭は砦にとって良い時代ではなく、1722年に、イギリス人は、要塞が荒廃していると報告した。その世紀の後半に砦は拡張されたが、施設が改善されたのは1824年だった。 追加の貯蔵庫、弊社、砲台、保留住居などにより、城は元の砦の4倍の大きさになった。1770年代、オスのデンマーク人はオランダが支配するアクラとの紛争に巻き込まれた。1850年、イギリス人はクリスチャンスボートリデを含むデンマーク領黄金海岸の居留地すべてを1万ポンドで購入した。デンマークはしばらくの間、 これらの基地の売却を検討していた。奴隷貿易が廃止された後、それらは費用がかかる一方で、ほとんど利益をもたらさなかった。イギリスも同じ問題を経験したが、違法な奴隷貿易を、阻止やフランスやベルギーの勢力伸長を抑える狙いがあった。1862年の地震により、木造の上層階のほとんどが破壊された。その世紀の後半に、 白は植民地の成長となった。その後、1890年から1901年までイギリスは白を手放した。この期間内に、それは警察に、そして後には精神病院として使用された。1902年に再び成長となった。1950年に木造の上層階は当初のデンマーク時代の設計に従って再建された。 1957年、エリザベス二世女王を原首として、ガーナが独立したとき、トリデは、総督官邸として成長になった。ガーナが1960年に、共和国になったとき、それは、ガーナの初代大統領、クワメ・エンクルマの皇帝になった。2005年には、オス城に政府を置き続けるかどうかについての議論があった。 ジョン・クホー大統領は以前の奴隷制との関係のため、またその施設が不十分なため、政府は城から離れるべきと主張した。しかし、野党国民民主会議の国会議員は、新しい大統領官邸の費用3000万ドルは他の場所で使う方が良いと主張した。英霊ゴールドコーストの1948年の切手、救命のクリスチャン棒状で記載されている。 オス城はもはやガーナの成長ではない。成長は現在、ジュビリーハウスであり、この名前は以前の名前であるフラックスタッフハウスから変更された。アメリカ大統領のリチャード・ニクソン、ビル・クリントン、バラク・オバマ、ドイツのゲアハルト・シュレーダー首相など、多くの国際的な高官がガーナ訪問の際にオス城を訪れた。ガーナが共和国になった1年後の1961年に、 エリザベス2世の訪問に対応するために追加の部屋が建てられた。現在の城は元々の取り出から様々に増築されておりあまり伝統的な形ではない。病院、カフェ、ショッピングセンター、郵便局など職員向けの施設がたくさんある。また、高級的な弊社も設けられている。広大な庭園には地元産と外来、 両方の多種多様な植物があり、30人が雇用されている。これは大統領の野外レセプションやパーティーに使われる。オス城は2017年から一般公開されている。ありがとうございます。